い、どうも、かずきです。それでは元気にボブ散歩行ってみよう。てな感じでね、ボブ散歩始まりましたと。今日も秋晴れ、最高の天気。たまにはエンジン動かしてあげようと思って、久しぶりにボブ散歩ですね。いや、改めてこの FXBB というバイクはどんなバイクなのみたいな感じで改めて話しますが、まあ、エンジンのことについてはよくわからないんで調べてもらうしかない。まあ、エンジンで細かく言っても分かってる人いるのかな、分かんない。バイクが好きでもう長年バイク乗ってる人は分かるかもしれないけど、まあ、ミルウォーキー8エンジンで107キュービックインチ 1745cc のバイクでございますね。 FXBB は今はないですけどね、まあ、FXBBS ってついて114キュービックインチで1800いくつ1868だっけ、間違ったらすみません、まあ、正しいのこうテロップに入れておくのエンジンになっちゃったんでね。107エンジンはレアエンジンとなってます。レアエンジンではないけど、うん、すごいですね、 1745cc。 まあそれだけ排気量大きいからもう楽に走れるんですよね。まあ、スポーツスターはそんな乗ったことないんで分かんないんですけど、明らかに安定感が違うんですよね。まあ、スポーツスター乗ったことある人はこれ乗ったら多分なんかこうどっしりしてるっていうか、なんていうの例え方が悪いな。そう、スポーツスターは結構回せるんですよ、エンジンを回して運転できるんで結構楽しかったですけど、こいつは回さなくても出てしまうので、そう、そこがねすごいですよね。あと高速走行した時の安定感が、車体の安定感が違いますね。まあ、振動少なくなってっからだと思うんだけど、ミルウォーキーはハーレーっぽくないっていう人もいるかもしれないけど、俺も最初そう思ったんですけど、まあハーレーですからね、ハーレーで出してるエンジンなんで結局純正で落ち着いてるっていう、まあ、見た目はかっこいいね、やっぱ日本雑誌スイマーもかっこよかったけど、俺的には日本雑誌かっこいいね、やっぱりね。やっぱビッグラデューサー一番かっこよかった。取っとけばよかった。なんであの時、なんであの時、今、でも先っちょが吸ったからね。今度乗っててね、不満点はないね。こいつに不満点、まあ、重さ言ったらあれだけど、重さって言ったら軽い方だけどさ、ソフト入れでは一番軽い方だったんでね、まあ、300キロあるんですけどね。そう、純正スタイルもなかなかこのボテッとしたエアクリームなかなかかっこよく見えてきてるっていう、つってまだなんか数ヶ月後に、ね、変わったですからね。まあそういうもんですよ、気が心変わりをするんですよ、すぐポン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 。それで何本マフラーは無駄にしたか、無駄ではないけど、まあ、つけて飽きるってこともあるんでね。ちょっともう一回あれだね、誰もいないんで、はい、改めてボブちゃんの外観チェック。うん、これ純正マフラーで、ね、純正マフラーでエアクリで純正マフラー、まあ、ヒートカバーがついてるから黒いんですね。まあ、この辺純正じゃないですけど、ほぼオワコン、オワコンは最高だね、これね。純正だとこの辺だったような気がするな、窮屈なんですよ、こう、それかこうだから、こうね。
修正はこうだったな、この辺だったような気がする、うん、ハンドルは変わっちゃってるけど長さはほとんど変わってない、横に広がったみたいな感じだから、あれ2インチ上がったんだっけな、忘れちゃった、うん、まあ、これ剥がれてきちゃった、遠征のナンバーこの辺だったような気がする、もうちょっとこれ木島のライセンスナンバーキットだけなんだっけ、つけてですけどね、木島、うん、おヘリコプター、あラペラのシリット、まあ、これも最高っすけど、そのうち純正に戻すかもしれない、純正のスタイルはかっこいいんでね、エンジンカードついてるから、これ純正エンジンカード、純正パーツ、うん、でタンクアップしてるとね、改めてカスタムショップ、まあ、グリップとステップも変わってるけど、あとはまあいろんなこういうとこつけたりね、まあ、紹介してますけど、前なんとか純正マフラーの音を聞いてみますか、しいね、ものすごくトルクがありますね、うん、ほんとフォアコンにしたことによって このバイクはフォアコンで出した方がいいですよミッドコンなんていりませんいりませんって言ったら怒られてたけどなんでさ、あのさ、エイプハンドルってなんつうの、高いハンドルなのにミッドコンなんだろうね、高いハンドルなら足前に出した方が楽ないような気がする、姿勢的に 俺の身長から言ったら181センチあるんで、ああ俺的にはその方がいいと思うんだけど、日本仕様なのかな、アメリカ人だと窮屈なような気がするよな、だって190センチあったら絶対運転しづらいと思うよ、ミッドコンだったら絶対またに来るかな、うん、まあ、どんなバイクって言われたら乗ってるに、まあ、測定員だけで軽い方だから、だから、ね、ツーリング系とかロードグライドとかストグラとかウルトラとかああいうのと比べちゃうとこっちの方が多分軽快に走れるんじゃないですかね、まあ、ロングツーリング、泊まり行くツーリングとか高速の走行を多くやって遠く行くの人が、あの山道とかさ狭い道とか行かない人ならでかいのか、もっとツーリングの系を買った方がいいと思うんだけど、こういう田舎走るのにはねこれぐらいがいいですよ、ギリだね、あとはスポーツスター、ああそんな感じかな、だってさあこれさ3000回転回したことはもうないもん、出ちゃうんですもん、3速でも3速で70キロ80キロ出ちゃうんで、いや出そうになるんで4速だと100キロ出ますよ、4速5速なんか入れたら、だいたい最近3か4で走ってるね、こう一般道がちょうどいいぐらいの歩道感を味えるんで静かですが僕はこういうバイクに乗ってます改めて喋ってみました、それではご視聴ありがとうございました、ワンニョリー。